皆さんこんにちは、マネルグルページです。では今回は、ギレネボワークシューズの脅威 V、ジャミトフティタンズ編、続きをプレイしていきたいと思います。圧倒的なモビルスーツ技術を持っていたハマーンのアクシスですね。これをなんとか押し返していたところ、なんと、グレミーが放棄。三つどもえの戦いとなっています。で青くなっているのがティタンズ、赤くなっているのがハマーンのアクシス軍。そして緑がグレミー軍というふうになっています。地上の方にもグレミー軍が来ていますので、まず今回はですね、アフリカ、ここをねグレミー軍から奪還しつつ、防衛ラインをなんとかこのサイド4、宇宙5、この辺りに張っていきたいと思います。そしてサイド5を奪還する、これを今回行っていきたいと思います。モビルスーツなんですけども、量産機はすでにジェガンへと切り替えを始めていますので、今後はジェガン、エース向けにはリガズイなんかを使っていこうかなというふうに思います。では各作戦ですね、内容をご覧いただきましょう。まずガブスレイにモンシアを乗せて大西洋からアフリカ大陸へ上陸、同じくですね大西洋からガルダ、ここにジャマイカン、そしてガンダムマーク5にはライラさんですね。彼女を乗せて同じくアフリカ大陸へと入ってもらいます。そしてオデッサからはですねジェリド、これを同じくアフリカ攻撃に向けて、まずは中東へと入っていってもらおうという作戦になっています。で宇宙の方なんですけども、ここはですねまずなんといってもサイコガンダム2ですね。これが耐久力含めてかなり強力なので、できればニュータイプをね乗せていきたいなというふうに思っています。例えばこのサラなんかはですねランク B に到達するとニュータイプ能力が覚醒しますので、サイコガンダムに乗ってもらっている、まあそういう状態です。ではまず中東アラビアですね、ここにジェリドを進出させましたので、ここでジェリドを使ってグレミー軍を排除していきましょう。まあ、ジェリドのマーク5を中心にですね、旧式機も多いのがこの地上軍ではあるので、まあ、あまり無理はせずですね、時間をじっくりかけて攻略を進めていければいいかなというふうに思っています。地上ではまだねそのジェガンの数もだいぶ少なくて、未だに主力がジム3だったりする、まあ、そういう現状もあったりしますので、まあ、本当にね無理はせず、持久戦でも勝てるように、まあ、そういう戦いをね、考えていければいいかなと思っています。では交戦状態に入りました。本当だったらここのね、拠点を確保したかったんですが、まあ、残念ながらここ山岳地帯になっていて、進行速度が極端に遅くて基地の確保ができていません。なのでなんとか補給線上で戦ってエネルギー切れだけは起こさないように十分な配慮をしていきたいと思います。いいんですか、行きますよ。まずはジェガンですね、ここにはアデルが乗ってもらってます。これを確実に撃破、敵を知り己を知るは百戦危うからずですよ。ここであったが100年目だってね。ここはジェリド、ジェリドのマーク5でね敵の数思いっきり減らしていきたいところですよね。どっからでも来い、近づくやつはみんな灰にしてやる。ここね、再びマーク5、まあできればねここで数を減らしておきたい。逆にここで数を減らせればこの中東の制圧戦はね、だいぶ有利に進められると思うので、まだパワードジムを使ってるのかっていう局面ではあるんですけど、なんとか押し切っていきましょう。ドワッチの撃破ですね。我が血と涙を意志せに、敵もまだドワッチ使ってるのかっていうところですけど、まあ、一部はジオン軍放棄してきたというところだと思います。
ではジェリドが奮戦しているところですが、今度はライラさんですね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。でここにはガルダ級、まあ馴染み深い名前で言うとですね、まあ、スードリーだったり、あるいはアウドムラだったり、まあ、そういう名前がねパッと思いつくところだと思うんですけども、まあ、ここにジャマイカンを乗せて出撃させてます。では拠点確保して進んでいきましょうというところではあるんですが、まあ、残念ながらここですね、海の中にある拠点、これを占領する潜水艦や潜水ユニットがないので、拠点を確保したはいいものの、補給はこのガルダで賄うしかないという状態ですね。潜水ユニットはもうほぼほぼ全部廃棄して資源に戻してしまったので、このあたりかなり裏目に出てしまいましたね。では部隊を敵総統に向けて進撃していきます。ガルダが落とされると、今お話したように補給が一切できなくなるので、ガルダは絶対に落とされないように気をつけましょう。では続いて、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。南アフリカ部分ですね。ここにも部隊出撃させてますので、敵を落としにかかりましょう。モーシアがランク A まで来てますね。もう少しでランク S というところになります。ここは確実に拠点を取りながら、敵の数も少ないので1ターンで排除したいですね。敵部隊が退却しました。はい、南アフリカに関しては敵が退却したことによって制圧完了です。続いて宇宙の声と戦いをしましょう。激戦になるのがこのサイド5ですね。ただここには最高ガンダムマーク2も2機エリアに配備したりですね、攻略戦を開始します。ジオを配置したり、もちろんシロッコが立ってます。この辺りでだいぶね、有利に戦い進められるんじゃないかなという期待はありますので、まあ、しっかり攻略を行っていきたいと思います。あとはリガ水ですね。ベイトが乗ってます。では基地中心部に向けて、進撃を開始します。ロザミアもマーク2に持ってます。最高ガンダムマーク2ですね。サラも先ほどご紹介した通りマーク2に、あとバウンドドックにはゲスキャバ持ってますね。まあ、このあたりの、まあ、いわゆるニュータイプ、この戦力を使いながらですね、さらにレコアさんだったり、サラ使えるユニット、あなたに無理をさせたくないのに、使えるエース、存分に使ってこの激戦のサイド5攻防を戦い抜いていきましょう。あなたが、あの方はあなたも私も同じように扱ってくださっているのよ。嘘よ。続いて敵の配置ですね。中心部にご覧のように敵が、そしてゼバンのも、まあ、旧アバオア空方面からご覧のように大部隊が迫ってきているので、まだ敵が集結していないこの段階でできるだけ敵を撃破してですね、まあ、いわゆる格好撃破という状況を作っていければいいかなと思ってます。では戦闘状態に入ります。敵も急速に接近しているので、なんとかまずはね、格好撃破最初の一つ目の敵部隊守備よく完了していきたいところですね。私はあなたにかけたのです。レコア、敵はバウですね。まあ、この状態のバウであれば1回で撃破完了できそうですね。今私は女として、ちなみにここにはですね、ドコスギアとさらにジュピトリスという、まあ、超大型のユニットも配置してありますので、回復もね、申し分ないかなと思います。マウアはゼクツバイに乗ってます。個人的な感情で動いていては戦いには勝てない、覚えておけ。この私を落とそうというのか。ロザミアはガンダム、面白い、しかも最高ガンダム、そのマーク2に乗ってます。
サイコガンダムマーク2になってくると、まあ、実質的にニュータイプ専用と言ってもいいような、まあ、そういうね、武装になってるので、しっかりニュータイプを乗せていきましょう。貴様らのような輩は近づけさせんよ。これはゲースキャバですね。バウンドドッグです。しっかり射撃戦で敵を削っていきましょう。倒す、あの方のために。これはサラですね。サイコガンダムマーク2だったら、まあ、よっぽどでない限り落とされることはないと思うので、どんどん前に出していきましょう。出てこなければ死なずに済んだのに。そしてシロッコ。シロッコのジオは、まあ、この時代だと、まあ、少々で、ね、ゼータガンダムの時に比べると、スペック的に相対的には落ちると思うんですけど、シロッコが乗ってるっていうだけで、このダブルゼータの時代に乗ってもトップクラスの火力出してくれますね。ではこのでは、この要領で、敵部隊とね、渡り合っていきましょう。では、全戦域にわたって本格的な戦い始まってまーす。よし、まずはハンマーハンマー。まあ、特にパイロットは乗っていませんでした。これにバウンドドッグが挑みまーす。少々エネルギーの消耗が激しくなってきてるので、まあ、ジュピトリスなりドコスギアなりというところにユニットを戻してエネルギーをね回復させるということをしながら進んでいきましょう。貴様は粛清される運命なのだ。しかもここはロザミアとジオの攻撃ですね。射撃戦で敵を圧倒して格闘で仕留める、まあ、これがね、このジオの強さですね。天才であるこの私が俗人ごときに負けるわけがあるまい。センス。ではサイド5ですね。最後ジャムルフィのサラのサイコガンダムマーク2で撃破してグレミー軍から奪還という形になりました。パプテマス様、まあ、ここは再生鋭なので激戦ではありまして勝ち抜けました、ね、報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。そしてもう一つ、衛星軌道上ですけど、ここにはですね、エース中のエースヤザンを派遣してますので、侵入しました。ここもね、敵から奪還しておきたいと思います。まあ、なんといってもこのヤザン、ラムサス、ダンケルのね、この3人、ここは期待本当に大きいですからね。そのヤザン、ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。まあハンブラビー乗ってるんですけど、まだしばらくハンブラビーでいいかな。まあ、ヤザンといえばやっぱハンブラビーですよね。エントラを撃沈です。まあ、ここも問題なく制圧できるかなと思います。ビビった者が死ぬんだ、覚えておけ。ではさらにアフリカですね、進行しています。まあ、今回はラーカイラムを下ろして一気に戦力を増やしてですね、このアフリカ、ダカールへの進撃ルートというものを切り開いていく作戦になります。ここまで一気にね、敵戦力削っていきましょう。シドレはね、ランクSまで上げたいところなんですけど、ちょっとまだまだ、うん、上がりきてないというところなので、しっかり上げていきましょう。では残っているグレミー軍の地球上での拠点はキリマンジャロだけになりましたので、キリマンジャロへと攻撃を仕掛けていきたいと思いますが、まあ、その様子は次回お届けをしていきたいと思います。宇宙の様子もご紹介しておくとですね、防衛ラインを一応しっかり、築くことができてます。まあ、まずはやっぱりこのソロモンですね、ここでしっかり敵を食い止めて、まずはアクシズ軍ですね、これを、まあ、葬り去るというフェーズをね、作っていければなというふうに思います。まあ、部隊数はとはいえ多いので、うん、38ユニットっていうのを考えると、まあ、それなりのやっぱりこちらもね、数を用意する必要があるかなというふうには思いますね。では、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。